こんにちは、コッコです。今日は今日はっていうかまた買い物したんですけど今回はこの椅子、いつもなんか作業してる時に座ってる椅子を買いました。でなんかこれもう5年ぐらい使ってるんですけど、結構もうなんか剥げちゃってやばくて、これ IKEA で買ったんですけど、でなんか色もちょっと黒、ずっと黒だったので今回は白っぽい色にしようと思って、ニトリでネットでポチりました。結構なんかいつだろう、これ3月の終わりぐらいに注文して2週間ぐらいかかって、なんか謎に今日届いて、なので組み立てをしてみたいと思います。全然見えないかもしれないですけど、重いです。結構重いです。この箱一人で持てなかったぐらい重かったです。ちょっとクリーム色みたいな。中身はこんな感じで、まあなんか全部組み立てるみたいな感じで、かわいい色が、なんていうんだろう、ベージュっていう感じで、これをこれから組み立ててみたいと思います。まあ適当にやってみます。いや危ない、これも入ってました、下の方にこれがないとつけられないですね。
ました結構時間かかったかもしれないですけど、でも全然一人でできました。でしかも動きがやばいんですよ。なんかもうタイヤが回ってないみたいな。で全然動けなくて、なんか縦と横しか無理やり移動してたっていう感じで、ついに椅子を買いました。この椅子が9000いくらみたいな感じで1万円しなかったんですよ。心地も、ふわふわだし、タイヤもめっちゃ動きます。なんかニトリで実物を座ってからネットでポチったんですけど、なんか結構座ってみてそこからネットで買うといいかなと思います。レビューにはこのタイヤが動きすぎるっていう人がいて何人か、だからあんまり動きすぎるの嫌な人はこれはストッパーついてないので、なんかそこだけが注意点かなって思いました。ということで新しい椅子でした。こんな感じ、めっちゃ動く。終わり。